松戸の家は、石棺家として創設された区画の一つ。藤原市北家着流の藤原忠道の次男、松戸の元房が袖、家名の由来は、京都に松戸のと呼ばれる屋敷を構えたことによる、戦国時代に断絶した。本来であれば御石家のこの絵や、九条家に並ぶ価格の家であるが、藤原北家着流でありながら石関は、初代とその子の二人のみ、その後は、 大体が三義、出世しても、現代納言がやっとであった。初代である、松戸の元房が高倉天皇の関白だった1179年、後白河法皇と平の清盛の対立が頂点に達し、ついに清盛が法皇王の幽閉と皇官たちの追放を断行。それに巻き込まれた元房も、太罪言の措置へと左遷となり、失意のうちに36歳で出家した。 また、元房は、聖母の父が、大乗大臣であるからという理由で、長男の藤原隆忠中や、次男の家坊ではなく、わずか8歳の三男、松戸の鹿を、後継者にした。その後、木曽義仲が、都に入ると元房は、娘石を義仲の側室に差し出す。その会があって1183年鹿は、義仲の指示を背景にわずか12歳で、摂政、内大臣、 富士市長者に就任するが、数ヶ月後には吉中が、源義経に撃たれ、鹿は解任された。その後、半世紀近くも鹿は官職に就くことができずに、失意の日々を過ごした。この間に、竜氏は弟である鹿を官職の上で追い抜き、1211年まで、左大臣を務めている。その後、鹿の弟や息子の代には大名にや 現代ナゴンを排出した。特に鹿の弟たたふは、還元4年に休場同化、一条、サネツネ親子が失脚した時に次の石棺の候補者に挙げられた経緯があり、松戸の家が石棺家として存続する可能性も存在した。だが、元ふさ鹿を継ぐ石棺はついに登場せず、次の世代にはくらいこそは、正二位に進むことはできても、感触は県中ナゴン、3位が、 やっととなる。そして、南北朝時代の松戸の忠次は二条、吉本の側近として活躍し、略王三年に四十四歳で十三味になると、六年後に三位さらに塩分二年には、現大納言に上っている。だが、松戸の家は後に、南朝側へ離反し、南北朝合一後は再び衰退へ向かう。その後、千五百八年に忠次の夜社後にあたる。 松戸の忠明が十三味に除せられて、後に生三位産儀となり、その子家豊が十五以上に除された。その後の系譜は途絶えており、戦国時代中期には断絶したものと考えられている。江戸時代に入ると松戸の家を再興する動きがあった。寛永年間、九条美雪家の三男同期が新たに朝廷より所領宣告を可視されて、松戸の家を復興し、 1634年には幕府も最高の許可を与えた。また1641年には同期一代は設計としての待遇を与えることが内訳されており、1642年に13位に除されたが、1646年に死しなく、没したため、再び断絶した。また1660年には八条の宮としひと新郎の御子が親戚降下する際、 松戸の家の再興も案の一つとして討議されている。さらに下って1765年には九条正実の次男忠孝が九条家の分家として聖画家待遇となる松戸の家を創設したが、これも1768年に死し,しなく没した。明治期には九条家から松園家と鶴戸の家が起こった。明治2年の直令により九条久忠のこの印酒。 大乗院門後高吉が原続して、家族礼によって、男尺を授けられている。明治5年に、九条久忠の子で、随身院門関不定の増援が原続の後、明治6年旧岡山藩筆頭家老、生田た家の養子師となり生田ただと改名。明治22年12月18日男尺を授けられ、鶴戸の家を再興。鶴の字ははじめ、鶴、後に、 するに改めている。実践は実施、点線は容姿。ありがとうございます。